はい。ではこの前の動画見てくれた方は知ってるかもしれないんですけど、このアンサンブルスターズのパシャッツのアクションを一箱と、このプライベートの方バラ2つと、これ1個はね動画でちょっと開けたんで、ちょっともう出てるこのシュウくん、ハスミン、ユウくんですねの3人が出たんですけど、ここに置いてます。で今回はこれはちょっとショートの方で開封しようと思うので、アクションの方を一箱を開封していこうと思います。本当にただただ開封していくだけの動画になるので、アンスタ好きな方限定という感じになってしまうんですけど、まあね、アンスタ知らない方でもただただランダム開封が好きという方はぜひ見てください。おー、パシャツボックスで買ったことないので、ちょっと初めての試みでドキドキしております。こんな感じでレイさんがついているデザインで、どっちもレイさんですね。開花前と開花後のレイさんがついています。では今回 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1パックなので10個ですね。どんどん開封していきたいと思います。と狙いはこちらに来てくださっている神崎聡真さんですね、を何としても引いていきたいです。じゃん、聡真とミカちゃんを連れてきました。いけるといいな。これどんどん開けていきたいと思います。まず1袋目、一番上からいきます。はい、いきますよ。では一番最初、ドキドキいきます。せーの、いやー、かなたくんだキャー、新海かなたくんが1枚目ですと出発。え、いいですね。オーシャンズで来てくださった。そんな見て、新海殿来てくれたよ。そんな、めっちゃ可愛い。このカード持ってるんですけど、すっごい綺麗なんですよね。次、せーの、シュッ、いやー、何、流星体じゃん。高見ね、みどりくんですね。みどりくんが来てくれました。流星体で、流星体パックか。みどりくんでした。これ可愛いな。いきます、次、せーの、シュッ、キャー、ひなたくん、ひなたくんです。かっこよすぎてちょっと止まってまった。よいしょ。はい、とっても可愛いパックでした。次どんどん開けていきたいと思います。次2つ目いきます。せーの、しょ、つむぎ、つむぎくんだ。つむぎくんが来ました。私アンスタミリシラの時もうなんか、この子かわいいって思ってたのがつむぎくんでしたね。はい、次2枚目、せーの、シュッ、待って、スイッチスイッチできてる。夏目さんですね。夏目さんが、いやー、なんだかんだ仲いいじゃないか、やっぱり。次3枚目いきます。せーの、シュッ、おー、れいくん。あー、コケ人のお二人が可愛い。なんかちょっと色合いがすごく、あ、そっか、衣装ですね。衣装が同じなのでめちゃくちゃ合ってるね。これ可愛い、色合いが可愛い。いやアンスタグッズが本当に可愛いですよね。パシャッツ可愛すぎて、これはみんながグッズ買う理由が分かります。さあ次3つ目、3パック目いきます。せーの、はぁ、合格。私あの以前アニカフェに行った時、ランダムコースターが合格くんばっかでねあの時は仲良くしていただきましたそんな合格くんでした。ちょっと汚れてる。いきます、2枚目、せーの、しゅ、おー、わたるくんですね。響きわたるさんが、響きわたるさんが出ました。いやー綺麗。あ、ちらっと見えちゃった、ちらっと見えてしまった。いきます、3枚目、せーの、シュ、あららら、じゅんくんだ。いやー
これちょっとみんなの推しはあげたいですね。スタライで会う子たちにお渡ししようと思います。もう安定のルーちゃんと参戦するので2日間参戦するのでぜひ会ってください。はい、4拍目いきます。せーの、あららららら、あららららら、ポッケーのこれやばいね。いやこれかわいいな。オッケーかわいい。あ、まだトリスタは出てないですね。トリスタちゃん出てない。初だトリスタ。いきます、2枚目、せーの、シュ、あら、ニキくん。みんな多分買ってるとは思うけど、推してる子がね持っているのが一番だと思うのでお渡しいたします。かわいいな。いきます、3枚目、せーの、シュ、あらら、皆さん会ったらお渡しさせていただきますので、よいしょ、次、1,2,3,4、5パック目ですね。5パック目半分いきます。そう思った。おみかちゃんどっちも来てないぞ。しゅうくんも来てないぞ。いきます、せーの、シュ、あらららら、ずっと私あらららって言っちゃって、千奈泉さんですね。泉先輩が出ました。かわいいな。ナイツの衣装いいですね。次、2枚目、せーの、シュ、あららら、ゆうたくんが出ましたね。ゆうたくんが来ました。これもかわいい、みんなかわいい。星5いいですね。次、3枚目、せーの、シュ、あらら、そらくん、このカードこの前ゲットしたんですよね。すっごいかわいい。この MV 衣装も本当にかわいくて、よいしょ。あれで、トーマも、ミカちゃんも、シュウくんも出てないです。おいでおいでおいで。あ、カツキも出てないですね。おいで、どうした？いきます。せーの、シュ、あら、リンネくんです。天城リンネさんが出ました。うわ、次、2枚目、せーの、ひゅっ、あらら、嬉しい。うーん、嬉しい。須藤さんとこの司くんが出ました。かわいい、嬉しい。いきます、次、3枚目、せーの、ひゅっ、あら、かわいい、かわいいぞ。ちょっとかわいいな、しのぶくん。しのぶくんのこの赤面フラッシュいいですよね。かわいいな。てか同室だ。そうま同室2人が出たぞ。同室ちゃんたちが出たのにそうまくんは出ておりません。さあどうした。残り少なくなってきていまして、ちょっと怖いですね。ちょっと怖いです。あれで、おいでおいで、まあ、せーの、あら、まやさんだ。色気がすごいな、まやさん。うわ、色気すごい。お腹出てるじゃん。この衣装私は知らないです。かわいいですね。めっちゃかわいい。きます、2枚目、せーの、シュッ、来た来た来た、ありがとう。まあね、来るとは思ってたんですけど、いざ来るとやっぱ嬉しいですね。最推しが出ました。そうま、よかったよ、来てくれたよ、ありがとう。このあ、危ない、見えそうだった。行きます。じゃあゆっくり行こうかな。ででん、あ、待って、これはハスミ殿じゃないの。赤月が急に2人来ました。一緒に入ってるのかわいいな。一緒に入ってるのかわいいじゃないか。ソーマはちょっとこっちのソーマのとこに置いとこうかな。いや、見えなくなっちゃうか。この辺に置いておきます。さあ、あとはミカちゃんとシュウくん、ミカちゃんとシュウくん、おいでー。これが8個目、8
個目です。8個目いきます。せーの、あーかわいい。お友達ゆきです。かわいい。ちょっと待って、トーリくん、いやー、この衣装が似合うのは本当に君はすごいな。かわいすぎだろ。いきます。次2枚目、せーの、おー、あら、プリティファイブが来ております。プリティファイブが、おひいさんが、プリティファイブが来ております。よし、この流れに乗ってミカちゃんください。せーの、しゅ、あら、なすなだ。で、これはルーちゃんにお渡しですね。なにこのかわいいパック。めちゃくちゃかわいいパックだ。わー、いい。いいね、このパック。かわいいな。かわいいパックを引きました。さあ、最後から2つ目。もう、ね、開封ってあっという間ですね。ミカちゃんとシュウくんは来てないぞ。いきます。せーの、あら、みちゅるが、みちゅるが来ました。みちゅるくんが来てくれました。みどりくんと同じ衣装ですよね。かわいい、これ。いきます。2枚目、せーの、シュッ。あ、そっか、まだ出てないか、コハくん。コハくん出てなかったですね。クレビの大川コハクくんが出ましたね。やっぱりスオくんの隣に置いてあげようと思います。次、3枚目、おいで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 。名前が見えちゃうので上から。おっと、これ出てなかったですね。確かに、これはエレンさんの、エレンのところの、はい。うわー、かっこいい。足ぶつけちゃった。イバニャンが来ました。めっちゃいいじゃん。よし、コハくんは隣、この辺に。待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あと1個なんだけど。ミカちゃんとシュウくん2人ともゲットできない説あります、これ。ちょっと待ってよ、厳しいな。ちょっと待ってよ、厳しいな。ちょっと待って、いきます。せーの、シュ、あら、まずミキジママダラさんが出ましたね。マダラくん、これもかっこいいですよね。ちょっと2人を連れてきてくれないか。シュウくんとミカくんを連れてきてくれないか。いきます。せーの、しょ、あ、嵐ちゃんですね。嵐ちゃんが出た。あ、そっか、嵐ちゃんの毎日もそんなに出てなかったかな。ちょっと待って、もうここの時点で2カ所2人ゲットは、うん、無理になりました。嘘だ、買い足せばよかった。はぁ、アクション買い足せばよかった。泣きそう。いきます。最後誰だろう、最後誰だ。せーの、しょ、明け星すばるくんでした。抱きついてる、かわいい。ちょっと待って、めっちゃかわいいな。かわいいよ、かわいいんだけど、ミカちゃんとシュウくんがゲットできなかった。嘘、そうか、マジか。あ、そうか、そうなんだ。アクションは、まあこんな感じの結果になりました。とりあえずソーマをゲットできたので、もうなんとか、なんとか、よかった、本当に来てくれてありがとう。かわいいね。まあ、アクションはこんな感じの結果でした。またね、アクションはどんどん開催してミカちゃんとシュウくんをゲットしようと思います。